サンペール1人外して左の酒井豪徳、酒井宏樹がここで対応いくが、その間のパスを出していた、シュート。サブってからのこのギャップですよね。ディフェンスラインのギャップに大迫が流れましたね。そこはスライディング、ショルツも来てますけど、前線に入れるところ、前を向いて大迫、足元豪健、中を見ています。大迫、武藤、あれくらいとディフェンスきついですよね。イニエスタ、スピードを上げます。股抜き、大迫、収めて、大迫、3人に囲まれてシュート、長坂。いや、あまりにも落ち込まれでしたね、大迫が。半身でマイボールキープ、大迫。収まるんですよね。設定、武藤、コントロール。小林から坂井、足元、大迫。さあ、佐々木はフリーでいる。大迫のシュートだ。いや、この斜めに入れて大迫が起点作る、引っ張り出したその後ろから出てきた大迫でしたね。ライボーに、これが大迫、バックヘッド、武藤、これは効きますね。前を向きます、大迫、一旦右、武藤、サポートのイニエスタ、足元、ワンツーでイニエスタが来ました。いい、見事なアイコンタクト、イニエスタと大迫。開いて大迫、逆サイドから向こうもゴール前に入ってきます。浮かせてイニエスタだ。小泉のところ、しっかりとスライディングでサンペール取りました。佐々木からの縦パス、大迫を横へて、イニエスタ、リフレクションで決まった。だから大迫、この位置でもらいます。シュート、大迫、武藤へ、大迫、大迫、こんな感じですね。これ、センターバックの間でボールのもらいつつも上手かったですし、少し最後芝に足を取られましたね。これ完全に裏取られましたが、今ディフェンスが3枚戻りました。ボックス内での勝負になります。シュート、ナイスゴール。簡単にですけど、ディフェンスの背後、こうスピード上げずにですね、もう多分自分でフィニッシュが行くっていうイメージだったんですよね。スピードを落としてですね、うまく仕掛けて、縦にも行けるし中にも行けるような持ち方してですね、最終的にはうまく右足のアウトサイドでシュートコースを作って素早く決めてましたね。大迫が来ます。大迫前で行く、行く、なんとか取り返しました。ちょっと引っ張られたリードしている大迫です。残して酒井豪徳、中野真也、まだ持ち込んで、ここで大迫を奪います。いや、素晴らしいですね、強いですね。佐々木フリックして、よっ、大迫が行きます。こぼれ球、長坂来ている。この辺も一瞬のところはね、
狙ってますよね、そうですね。おー、大迫左足スタイリの局面でフィニッシュまで行きました。大迫イニエスタ広げて酒井田中さんにクロスボール入れる。おー、決まった。見事、大迫酒井から大迫、ここにやっぱしっかり入ってますよね。はい、相手と の, この競り合いの中でのシュートですから、まあ、簡単ではないですけども、しっかりコントロールされたミートをコンパクトに当ててますね。もらって大迫倒れる。いや、引っ張りましたね。これはペナルティーキック。大迫がですね、右足でまず止めて相手も止めたわけですね、うん、止めたことによってね、両竹も止めましたよね。はい、その止まった瞬間に一瞬早く出たと、それに対してちょっと耐えつけなかったですね。止めて、ペッて出たことでね、横でイニエスタ浮かせて縦パス、大迫体を入れます。ジェジエとマッチアップ、キープからラストパス、神戸先制。大迫を溜めて最後無投、出すタイミングも、まあ、キックのボールもこのコントロールしながらの細かいやっぱりキックエンドを使いながら味方の走りを待ってます。大迫は目の前に JPA を置きながら向こうのタイミングを待ってた感じですね。アクチェ大崎ハッチが受ける。そして大迫だ、大阪のクロスボールヘディング、最後飛び込んだのは武藤です。まあ、ディフェンスラインとゴールキーパーの間は少し締められてたので、もう大阪はあえて少しマイナス気味に、まあ、この武藤の頭に合わせるようなクロスを入れましたね。これは武藤、そして大迫だ。田中純也浮かせて2点目、これは決定的な2点目、最後田中純也です。さあ大迫、その2人の関係性ですよね。もうこれヘディングするときにはもういいポジションをしっかり取れましたし、もうこのコントロールが決まったことによって、はい、もうほぼゴールできるところ確信